ヘッダ・ホッパーはアメリカ合衆国の女優、ゴシップコラムニスト。31歳で映画デビューし100本以上の映画に出演したが、どれも早くばかりだった。50歳でゴシップコラムニストに転身すると脚光を浴び、先に活躍していたルエラ・パーソンズと共に、ハリウッドに大きな影響力を持った。特にアメリカの理想を守るための映画同盟には創設時から関係し、 赤狩りが映画界に及んだ際にはリベラル派を、はじめ同性愛者や自由奔放なものまで含めて、左翼と球団、ブラックリストの作成に深く関わった。高年が赤狩りで追われた映画人が復帰した際も、その攻撃を続け、カーク・ダグラスが、脚本にダルトントランプを起用したスパルタカスを制作した際には、共産主義者が書いた、共産主義賛美の映画と強く非難している。 1985年のテレビ映画、マリス・イン・ワンダーランドでエリザベス・テイラーがパーソンズを演じ、ジェーン・アレクサンダーがヘッタ・ホッパー役で共演。1999年、ホランド・テイラーは黄金時代のハリウッドを描く AMC のコメディミニシリーズザ・ロットでレティシア・ディヴァインというパーソンズとホッパーを連想させるキャラクターを演じた。1999年のテレビ映画、 ザ・ディレクター、市民記念の真実では、フィオーナ・ショ賞がホッパーを演じた。2015年の電気映画、トランボ・ハリウッドに最も嫌われた男では、ヘレン・ミレンがホッパーを演じた。2017年には、ベティ・デイビスとジョーン・クロフォードの角質を描いた、電気テレビシリーズ、フュード・角質、ベティ・ VS ・ジョーンが放送され、ジュディ・デイビスが、ヘッタ役を演じた。ありがとうございます。